9月24日、都内で B リーグ2024、25シーズンのティップオフカンファレンスが開催。B1 各チームの代表選手が出席した、B リーグの島田真二チェアマンは9シーズン目を迎えるにあたり、NBA に参戦していた渡辺雄太、千葉ジェッツ、選手も加わり、2026年の B、革新に向けた B プレミアの所属クラブが決定するシーズンになります。 パートナーの皆様のお力添えをいただきながら、今まで以上に盛り上がり、そしてファンの皆様に、心、たぎる、瞬間をたくさんお届けできるようなシーズンにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、と挨拶した。シーズンテーマは、We are unstoppable に決定、島田チェアマンは、歩みを止めずに、常に進化を遂げていくというメッセージを込めさせていただきました。 まさに今の B リーグを表すテーマだと思います。代表選手以外にも素晴らしい選手がたくさんいますので、そんな選手たちがしのぎを削る今シーズンの B リーグはますます楽しみです、と説明した。ポストシーズンを含めたシーズンスケジュールが発表され、5月2日に B2 プレイオフ、5月8日に B リーグチャンピオンシップが開幕予定。ファイナルは5月24日、25日、 27日の3日間、横浜アリーナを舞台に行われる予定となっている。10月3日にオープンハウスアリーナ太田で開催される群馬クレインサンダーズバーサス広島ドラゴンフライズの一戦で開幕する。王者の広島は昨シーズンをもって現役を退いた朝山翔吾氏がヘッドコーチに就任。ティップオフカンファレンスに登壇した山崎亮は、チームの見どころとして朝山新体制、げ、 初めてのシーズンなので、ぜひ注目していただきたいと思います。と話した。群馬の指揮官は昨シーズンまで広島を率いたカイルミリング HC。山崎は、HC がやろうとしているバスケットボールは変わっていないのかなと。ある程度のやりやすさというか、こういうプレーをやってくるだろうと予想しています。とコメントした。群馬からはキャプテンに就任した辻直人が登場。群馬一 を強調し、ザワンというスローガンの下、ファンの皆さん、チーム、クラブスタッフのみんなが一丸となって、今シーズンを戦い抜きたい、と意欲を示した。